今日はラブ4のミラーカバー交換します。はい、お疲れ様です。今回はこのラブ4のミラーカバー交換していくんですけど、まあ、前回塗装したミラーカバーゴーストにならなかった、まあ、黒色のミラーカバーを取り付け交換やっていきたいと思うんですけど、まあ、いわゆる黒耳化にしていくって感じになるんですけど、まあ、交換自体はそんな難しくないんで、まあ、まだ交換してなくて黒耳化とかミラーカバーの交換興味ある方はぜひ見ていってもらえればなと思います。じゃあ早速シャッと作業の方やっていきたいと思います。はい、じゃあ取り外しの方からやっていくんですけど、まあ、基本的にこのカバーは爪でしか止まってないんで、まあ、このままいければこう剥がすような感じでやっていいと思うんですけど、それだと怖いって人はこのミラーの方を外してから内側から爪を外していくっていうやり方になるんですけど、とりあえずこのまま引っ張ってみたいと思います。いや怖いな、やっぱちょっと爪が割れそうで怖いんでミラーの方を外します。ミラーもこう思いっきりこう角度つけてやって手前からこう引っ張ればミラーは簡単に外れます。まあ、ちょっと怖いですけど基本的にこの一番大きい爪だけ内側からマイナスでこじってやれば、まあ、あとは引っ張れば外れるかなっていう感じでした。あとはもうこの新しいカバーの方はめていくだけです。はい、取り付けた全体の感じがこんな感じなんですけど、まあ、やっぱり黒の方が引き締まってるんでそこはいいんですけど、やっぱなんだろうな、ツヤありの黒がミラーだけになっちゃってるんでそこだけちょっと浮いてる感が若干あるかなって個人的に思いました。やっぱ黒にしたことでこのウィンカー部分のメッキが際立ってそこはいい感じなんですけど、なんだろう、やっぱマットブラックの方が合ってたのかなって感じかな。まあ、とりあえずこんな感じです。はい、というわけで今ちょっと暑いんで中入ってきたんですけど、まあ、変えた感じとしては今見てもらった通りです。まあ、なんだろう、もっと満足すると思ってたんですけど自分の中でなんかちょっと自分の予想と違う出来になっちゃったかなっていう感じですかね。なんでまたちょっとやる気があれば違う色にもチャレンジしていこうかなと思います。まあ、今回はまあ、とりあえず白のオフパケに黒のツヤリブラック、まあ、今回ちょっと純正ブラックとかじゃなくて、まあ、自分が塗ったゴーストペイント失敗ブラックなんで若干ちょっとイメージが純正ブラックと変わるかもしれないんですけど、まあ、大体イメージこんな感じかなと思ってもらえればなと思います。まあ、交換方法もね全然簡単で初めてでも5分10分あれば終わる作業なんで、もし興味ある方いたらやってみてもらえればなという感じです。まあ、てことで今回はミラーカバー交換動画でした。以上になります。